はい、こんにちは、ブルコースです。本日もね、バイオハザード4やっていきましょう。ね、前回パートでロケランをね、手に入れまして、もうブイブイ言わせてる最中ですね。ここからちなみに撃てる、なんか、あ、いけたね。あ、やった。もうこれ普通に、うん、ぶちかましたね。オッケーオッケーオッケー。もうこれで、もうこれでチェーンソー野郎のね、恐怖を味わうことはないだろう。さあ、どうね。いる？もうすでに跡形もなくなっているっていう感じだね。そう。でさ、なんかまあ、これ2週目でもね、やりながらね、いろいろ思ったんだけどさ、こう最近、まあ、もうなんか気づけば30近くなってさ、もう来月には30になっちゃうわけですわ。でさ、その30が、30歳がさ、目前に控えてるこの中で、あれ？お前、やるな。と、30控えてる中でさ、やっぱりさ、こう、まあまだ、なんだろうな、人生のいろんな先輩とかに聞いてるとさ、30歳ってか30代が一番楽しかったみたいなことをね、言ってる人とかもいるんだけど、やっぱりその未知の経験だからさ、なんだろう、30歳になることがね、まだね、怖いというか、このままなんか年食ってっちゃうんじゃないかっていう恐怖心とかがあるんだよね。ってなったら、やっぱり30歳 を迎えるにあたって、なんかどっかでね、ちょっといろいろ変えていかなきゃいけないな。まあ、その人一環にね、筋トレしたりとかしてね、自分のボディメイクして、前なんかボディ、違う、マッスルメモリーでね、10年筋肉鍛えなかったとしても10年はなんか残り続けるみたいな話とかしたけど、それはやっぱ40っていうね、その人生、ね、30、40がやっぱ盛りなところがあるからさ、そういう意味ではなかなかね、30代でじゃあ鍛えたから40代満タイヤってわけにはいかないね。うん、だからまあなんかこう、いざね、自分がこれをやりたいとかさ、こうやらなきゃいけないみたいなね、こうっていう瞬間が来た時に、やっぱりそれが準備としてできてないと、なんかいざね、できて、これをやってくれとかね、これをやれるぞっていうタイミングが来たとしても、なかなかまあね、自分としてはそれをやるためのね、準備が整ってなくて、何も結局できませんでしたっていうのは、なんで、だから健康ってすごい大事だなと思うんだよね。だって、何にするにしても、例えば仕事を失いますとかさ、ね、一人身ですってなったとしても、健康だったら、なんだかんだ、体動かせるから、そういう意味ではね、筋トレってすごいいいかなと思うんだよ。体が動けば、体がやっぱ人間って資本だから、それが動けばね、なんとかなると思うんだけど、でも一方でやっぱり、まあ、体動けばお金とかも稼げるわけだからね。だから、意味では今体を鍛えるっていうことに選択肢を置いてボコ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 動いてるっていうのは、なんか自分としてはある種正解なのかなって思うけど、まあ実際わかんないけどね、死ぬ瞬間になってみてさ、いや、体なんか鍛えないで、もう健康に悪くてもいいから自分が食べたいもうバクバクバクポテトチップスばっか食ってればよかったと思うかもしれないけど、あんまポテトチップス好きじゃないんだけど、好きじゃないけど食べなくなったね、ポテトチップスね、全然ね。なんだろうな、健康度外視で毎日いろいろと食えるってなるんだったら何食べるだろうな。でもやっぱ寿司、焼肉、うん、パスタを食べるだろうな。なんかそんな気がするけどね。まあ、でね、たださ、僕の好きな歌手に鈴木夢さんっていう方がいらっしゃって、その方が、うん、なんて言ったらいいんだろう、人空っていう、まあ、アニメがあるんですけど、その人空っていうアニメが、アニメのオープニングでね、輝きや君の中にっていうものがあるんですけど、その輝きや君の中にの最初の歌詞のところで、なんだったっけ、
あの楽しいことでも毎日続いたらそれは退屈と変わらないよねっていう歌詞が、歌詞があるんですよ。その歌詞っていうのがあのやっぱり、あ、なるほどなってすごい思うわけですわ、うん、だってね、毎日が例えばさ、なんかこれあくまで個人の趣味よ、あのディズニーランドとかさ、ユニバーみたいなさ、楽しいそのテーマパーク行ったりとか旅行に出かけまくったりとかさ、そういう日々だったとしたらさ、どっかでやっぱり飽き来るし退屈だなって思っちゃうんだよ、そういう瞬間って。でもそれをまあなんかこう日々楽しむために、あの仕事一生懸命頑張ってみたりとかね、ちょっと苦しいな、しんどいなとか、人間関係で疲れたとかね、時々やっぱ家族でも疲れたとかね、あの時あったりもするけど、乗り越えて友達とか家族とかね、一緒に遊びに行く、そういう楽しい瞬間とかっていうのがあったらば、けどその幸せの浮き沈みっていうのはね、ある方がいいんじゃないかなと思うけどね。だから日本って元来すごい幸せな国のはずなんですよ。国のはずなのに、やっぱり幸福度が低いっていうのは、このなんか犯罪に巻き込まれることもない、で生活もある程度安定はしている、うん、だってね、食うに困るっていうことってほぼほぼいないわけじゃないですか。そのまあね、会社、まあとある理由でちょっと残念ながらっていう人も中にはいますけど、でもそれは世界と比べれば、ね、少ないわけだから。そういう環境にいるとやっぱりなんか当たり前だって、日本は戦争しないと放棄してるわけだしね、未だに戦争で苦しんでる人たちがいる世の中で、でまあなんかさ、千羽鶴を送るとかってさ、とぼけたことやってる人とかもいるわけじゃん、まあ、もうだいぶ前の話だけど、もう1ヶ月くらい前かの話になるけどさ、千羽鶴送ったところで何の解決になんないの。関東大震災の時もさ、なんか千羽鶴をお見舞いの品とかって送った人がいるみたいな話はあるけどさ、あのなんかすごい邪魔っていう反応だったらしいね、やっぱ現地の人たちっていうのは。あれ、ここになんか青い子なかったっけ、うん、なんかあの言葉選ばずに言うとゴミを送りつけやがる。気持ちは大事だけど、じゃあいるかいらないかっていう話したら、その切羽詰まってさ、もう明日食う飯もさ、ままならない、寝るところすら今用意がされてないような状態の中でさ、これどうしたらいいのって捨てるわけにもいかないじゃん。だって出たらそれがゴミになってっていう感じになっちゃうからさ、ねっていうような状態の中でね、だから自分の気持ちの押し付けをするっていうのがなんか日本人って得意だよね。すげえ今言葉選ばないでなんか悪いこと言ってる気持ちになっちゃってるんだけど、とりあえず全部光らせとくか。これでじゃあでもう一個やって、これでだいぶスッといってんじゃない、前回と比べたらだいぶスムーズにいった気がする。関東大震災に関しては僕直接受けてるわけじゃないんですけど、まあ当時大阪に住んでたんで、まああのね、おじいちゃんおばあちゃんがね、関東大震災、まあ茨城県の北部の方に住んでたんで受けたんですよね。でまあ震度6弱6強とかだったのかな、そこの地域っていうのは。で、まあ、すっごい家に住んでて、レンガのバッチッようダメージ食らうんかった、あいば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 い、あ、なんか当たった。10枚目ゲット。そう。で、壁がね、全部崩壊して、で、25メータープールとかもあるような家だったんですよ。そのプールがもうね、なんか粉々にひび割れるくらいの状態になっちゃって、もう、見る影もないみたいな感じになっちゃったらしいんですけど、あれ？あっつって。これは食らうんかい。うわぁ、もったいねー。めっちゃ食らってんな。体力半分いかれてる。でまあそのまあその辺りだったらまあ有名な家っていうのもあって、そのプールとかね、夏場になったらその近所の人とかが遊びに来て普通に泳いでるっていうような、そんなね、有名なところだったんだけど、うん、で、まあ、それでね、ちょっとおじいちゃんも体参っちゃって、まあ、おばあちゃんもなんだけど、おじいちゃんがだから2011年の3月11日に地震があったでしょ。でその夏にがんになってしまって、
って、おじいちゃんが、でその翌年、ちょうど1年後だったね、地震が起きてからに、あの亡くなったっていう、だからあのもういよいよ危ないっていう時に、たまたまその僕ら当時大阪住んでて、で家族でみんなで茨城に戻ってで、だったらその日の夕方、お昼くらいに着いたのかな、お昼くらいに着いて、もう会話ができるような状態じゃない、もう危篤状態だったから、おじいちゃんもうなんか僕夏に遊びに行ったんですけど、あの夏に遊びに行った時の体半分くらい小さくなってて、え、こんなに人間って変わるもんなのっていうふうに、なんかもうすごいなんか衝撃的だったっていう記憶があって、でそのお昼くらいについて、おじいちゃんも会話できる状態で、もうあの酸素マスクつけてる状態でね、で帰っ、一旦その実家に帰って、で戻って、でまたあのお見舞い夕方行こうかってなって、夕方移動してる途中におじいちゃん息引き取ったっていう連絡があったみたいな感じ。なんでそんなね、心労ともに参っちゃったかっていうと、あれなんですよ、周りのそのインフラがストップしちゃって、まあ、電気こそ通ってたけど、水道がなんかもう断水しちゃったらしいんですよね、その地域っていうのが。で、おじいちゃん、おばあちゃんのその家が、たまたま井戸があって、破壊できない。あ、無理か。無理だね、残念。そう、で、井戸があって、でその井戸にみんな水を汲んでくるっていうのがあって、その人の出入りっていうのがこれまで以上に激しくなったっていうのがあって、誰でさえ自分たちも被害を受けてしんどいのに、被害を受けましたくっす、ちょっと待って、え、くっす、あ、え、いやいや、押してた押してた、ちょっと待って、ハンキーボードチュワーン、マジか、あ、そっか、このアイテム取ってないことになるんだね、めんどくせー、さあ自分たちもさ、その、だって上壁、外壁はさ、粉々に砕けてさ、プールとか家とかも散乱してさ、家とかもなんか今あるのか分かんないけど、砂みたいなさ、壁ってあるじゃないですか。砂みたいな壁もさ、ちょっとしたさ、手でなぞるだけで、サラ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 と落ちていくじゃん。で、地震なんかで揺れたら、とんでもないくらい汚れるわけさ。で、家に置いてあった棚とかも全部崩壊して、うんぬんとかっていう感じになってるから、だからね、もう本当に、人付き合いでも疲れで、自分たちのその家の惨状でも疲れっていうような状態になっちゃって、まあ、いよいよ参って体が弱って、で癌もどんどん進行していってっていうような感じだったんで、だからちょっとかなりね、相当苦しい1年を過ごしたじゃないかなとは思うんですけどね。でね、ただそのね、最後に会いに行った、その2011年の夏会いに行った時っていうのが、おじいちゃんいろいろその定年退職してからいろんな趣味をやってて、なんだろう、例えばスキーとかテニスとか、それから写真とか、これ全部ね、60歳になってから始めたんですよ、60歳になってから始めて、でだからおじいちゃんとスキー何回か一緒に行ったりとか、テニスはさすがに一緒にすることはなかなかできなかったんですけど、で写真がね、そのなんか展示会かなに出すくらい、結構すごい写真とかを出したりとかもしてたんだけど、そのね、写真って何やろ、何じゃねえぞ、じゃあね、爆発物持ってる、まあ、それはいいとして、どうぞ、で、だから写真はこんな風に撮るんだよってね、これ花がそう水に滴ってる写真とかってあるけど、こういうのは全部俺がね、水をね、ちょぽちょぽつけてね、演出をやったんだよとか、すごいね、嬉しそうにね、語ってくれたんですよ。そういう話っていうのを、なんかもっと、なんだろうな、小さい時に聞きたかったなと思って、2011年だから、19歳の時だったのかな ?19、19になった年に聞いたんで、でもたまたま一人でね、茨城に遊びに行ったっていう時だったんで、おじいちゃん独り占めできたんですよ。おじいちゃん独り占めして、いろんな話聞いてっていうのがあって、だからね、まあ、親にしろ、おじいちゃん、おばあちゃんにしろ、まあ、いろんなね、親族とかさ、いたりとかすると思うんだけど、やっぱりね、人にはね、会えるときに、そして話せるときに、会ったり話したりっていうのは、した方がいいと思う。いざやっぱり、もっと話しておけばよかったって、多分ね、どんだけコミュニケーション取っても、それを思う瞬間っていうのはあると思うから、それはね、ほら、だってさ、親孝行したい時に親はいないとかっていうさ、なんか言葉じゃないけど、なんかそういうさ、言い方とかもあったりするやん、それやん、だから、やっ
でやりすぎないことはないと思うよ。まあもちろんそのね、よっぽど関係性が悪くて憎くてさ、こいつの顔見てたらもうなんかもう吐き気がするわみたいな、そんな関係性だったらある。あ、ちょ、ここヘビ出てくる。しまった。ヘビ？卵？エッグ？エッグ卵？卵エッグ？あれ？卵エッグは？卵砕いちゃった。卵粉々にしちゃったもしかして。ああ。まあ、いや、じゃあ、なんだかんだこれちょっと長いね。あの、次のデルラゴがね、多分ね、あの、本作品の中で一番苦労するポイントだと、個人的には思ってるんですよね。あの、カーソルを合わせるのがね、半端なく難しいんですよ。っていうのがあるからな。まあ、なんとかなるとは思うんだけどね。そうだよね。あとね、今ね、今から何年後になるんだろう、4年後かな、2026年だな、多分2026年なんだけど、に、まあ、母親が還暦を迎えるんですよ。で、還暦を迎えるんで、ちょっと今からね、4年くらいお金をしっかり貯めて、ちょっとやりたいことっていうのがあって、まあ、とあるね、場所にね、おかんをね、連れて行きたいんですよ。で、それは、まあ、今のね、このコロナが落ち着いてる、落ち着いてたらっていう話なんですけど、まあまあさすがに今から4年経ったら落ち着いてるんじゃねえかって思うんだけどね、まあ観測的希望なんだけど、それはまあいいとして、そう、あのね、なんかちょくちょくね、行ってみたいっていうね話をね、あのおかんがね、あんまりなんかどっかに旅行行きたいとかっていう話をするタイプじゃないんですけど、ここはね、なんか一回現物を見てみたいっていうところがあるんで、なかなか操作が難しい。そこにね、還暦のお祝いとしてね、ちょっとね、連れてってあげたいかなと思って。結構、いかんせんね、トランジットとかも大変な場所なんで、まあ、言ったら海外なんですけど、海外のとある国なんだけど、トランジットとかっていうのを含めると、あのね、30時間から40時間くらいかかるような場所なんですよね。うん。だからそこに向けて、その時間の確保とお金の確保とっていうのは、僕、兄弟、弟2人がいるんで、弟2人にもちょっとカンパしてもらいながら、おかんここに連れて行ってあげよう。で、まあ、それも、その時には当然、親父も、1個上の、親父も1歳上なんで、まあ、親父にと2人で行っておいて、まあ、できればね、息子の僕らもついていけたらいいと思うんだけど、それぞれの仕事があるから、まあ、なかなかね、一緒に行くって難しいんで、少なくとも親父とおかんを一緒に連れてもらって、一緒にね、行ってってっていうふうなセッティングができたかなと思ってね、これ万が一おかんが引っ越したら、おかんもこの YouTube も知らないと思うんだけど、まあ、万が一聞いちゃってたとしたら、え、そんなこと計画してんのって、あれだと、あれなんだけど、おかん聞くなよ。まあ、YouTube やってること自体言ってないからね。で、ましてや、こんな YouTube チャンネルなんてね、まあ、バレることないだろうと勝手に思ってるんですが、あ、もう消えた。相変わらず、ぬるぬるするな、これ。どこや。来る？すーげえ操作がしづらいんだよね。ほら、定まらない。ほら。なんでこのデロラゴってこの時に飲み込まないんだろうね。まあいいや。そんな感じなんですよ。っていう話をね、この間嫁さん、危ねえ、にしたんですよね。そしたら嫁さんが、あれ、お父さんに何もしてあげないのって、親父に関してはね、もうね、普段からね、キャンピングカーとかでね、もう全国飛び回ってくから、旅行のプレゼントなんか今更だなって思うんですよね。まあ、海外旅行好きで、海外旅行あんま行けてないから、連れて行ってあげるよって言ったら多分泣いて喜ぶと思うんだけど、だけど、そこはちょっとおかん優先で考えたいなと。で、親父は親父でなく別のことをね、また用意してあげたいなとは思うんですけどね。まあ、それが何になるかっていうのはちょっとわかんないから、親父に関してはまだあと3年あるから、ね、まあおかんに関しても4年あるけど、なんかパッとね、思い浮かんだってそんな感じだったから、まあ。まあそれ以上にね、なんかこういうことしてあげたらいいかなって思うことがあれば、それをやると思うんだけどね。まあでもその頃にね、自分の仕事とかもどうなってるかわかんないから、2026年でしょ？ 34 歳か。35までにはね、もう何者かになるっていうことをね、何者かになりたいな、じゃなくて、何者かになるって決めてるんで、ね、まあ、あと、5年か。35、そうだね、5年後だからね、そこまでね、ちょっとね、自分の人生にかけて勝負していきたいなと思って。さて、長いな。もう、なんか、20分経つね。19分半くらいか、今。あ、ちょ、全然あさっての方がいい。
にゃろ、すえ、あかかかかかか、あ、やっちゃった。今回、今回、ね、今回初ダメージ。ルキでこんなに早くさ、サンショウよりもクロール早く泳ぐって無理じゃねって思う。すごいよ。なんでこいつ、いつも思うけど、人思いにボートを壊さないんだろうと思うんで、ボートごと食っちゃえばいい。ボートは食えないものっていう、なんか教育でも受けてんの。オッケー。ん？あー、いたいた。オッケー、倒した。ということでね、ここのパート、あ、ちょっと長くなっちゃいましたけどね、普段比べたらね。なんとか無事、クリアすることができてよかった。本当によかった。うん。しゃ。ということでね、クリアすることもできて、おかんへのサプライズも話すことができて、話しちゃった時点でサプライズもクソもねえんだけどな。こういうのは本人に初めて見せて、周りにはね、その関係者以外にね、見せないっていうことをやっとくのがベターなんだけど、まあまあいいや。ということでね、本当が以上とさせてもらいます。ということでね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンも押してください。お疲れ様でした。